あ、は、メロー、おっちメロだよー、はーい。ということで、本日は GRWM を撮っていきたいと思います。なんと、今日は念願のおじさまとのデート日なんですっていう感じで、おじさまとデート日の GRWM です。はい。もうね、今ね、下準備として、パックは終わってる状態です。あ、あとカラコンもね、ついてます。メロディは昨日からご機嫌。そういえば、めっちゃどうでもいいけど、会う人会う人に、なんかめっちゃ髪色を突っ込まれるんだけど。そのたんびに、星野愛ちゃんになりたいのって言うんだけど、半分ぐらい伝わんない。カラコンはね、星野愛ちゃんになりたいのでピンクです。もうさ、これさ、結構さ、メロチあるあるなんだけど、大事な日に限って絶対腹痛なんだよね。何なんだろうこれ。ちっちゃい時からさ、お腹が弱くて本当に困っちゃう。だからさ、本当はさ、やっぱり今日は完璧に整えたいから、ちょっと余裕持って1時間半前から準備しようって思ってたの。そしたらもう約1時間ぐらいしか準備時間がない。どうしよう、最近なんかあったっけな。もうさ、なんか極力予定を入れないようにしてるの。今りゅうちゃんを最優先した感じで予定を組んでるから、まあでも学校行ってる間とかで終わる用事だったら全然いいんだけど、塾さ送ってかなきゃいけないから、極力予定とかも入れずでしてるから、マジでずっと引きこもり。今日はおじさまとのデートって言うとさ、え、それ大丈夫なのって心配する親戚ちゃんがいるといけないから、詳細を語らせて。もち、推しのポメラニアンちゃんがいて、奈々ちゃんっていうね、ポメラニアンちゃんがいて、もうメロチすごい推してるの。いつぐらいからかマジでメロチすごいずっとストーカーしてるんだけど、奈々ちゃんのママさんとなんかちょくちょく交流させてもらってて、ポメ会も11月ぐらいに行ったんだけど、それも奈々ちゃんママがお誘いしてくれて行った感じなんだけど、今回は奈々ちゃんママが名古屋でイベントあるから、よかったら会えないですかって誘ってくれて、もう超嬉しいってなって、何が何でもスケジュール開けようと思ってスケジュール帳見たんだけど全然予定入ってない。引きこもりだから。だから今日は奈良ちゃんママと奈良ちゃんと、もう一人ね、ベルちゃんっていうね、ポメラニアンちゃんもいるんだけども、まあベルちゃんもめっちゃ可愛くて、ベルちゃんはすごくおもちゃに似てるのね。ポメちゃんってさ、ちょっとタヌキ顔とキツネ顔とあるじゃん。おもちゃんはどっちかって言ったらキツネ顔で、奈良ちゃんはタヌキ顔で、ベルちゃんもキツネ顔。だからなんかおもちゃんとベルちゃんがすごく似てて、もうほんとね、奈良ちゃんもベルちゃんも超可愛いの。だからメロチはずっとインスタ越しにストーカーしてんの。でもちゃんとそれは奈良ちゃんのマンマさんにも伝えてるから、ガチのモグリのストーカーじゃないよ、ちゃんと追っかけてますって、これからも推し続けさせてくださいっつって言ってるから大丈夫だよ。大丈夫だよ何が。今日はおもちゃんがよくね着てるお洋服のブランドさんがなんかイベントをするんだって、でそれ一緒に行こうみたいな話なんだけど、近くにカフェとかあればカフェとかでゆっくりしようみたいな感じなんね。でさ、名古屋でさ、名駅付近でさ、意外にさ、ワンちゃん連れてける、かっこ室内かのカフェってめっちゃ少なくない？メロチさ、すごいいろいろ調べたんだけど、あ、ここいいじゃんって思うと、だいたい名駅から馬車で2、30分離れてるみたいな。名駅付近で全然ないんだね。できれば名駅周辺とかで室内可能で、希望を言えばワンちゃん用のフードがあるとか、ちっちゃいドッグランがついてるとか、もっと希望を言えばフォトブースもあるよみたいなカフェあったら最高なのになとか思いながら、だからもしいいカフェあったら教えて、目立ちに。今日えらい静かやんって思ったやろ。寝てたの？寝てたわ。一緒にね行くんだよ、もちのロンで。おもちゃんも珍しく、おもちゃんお洋服着てないじゃんって思ったでしょう。昨日お風呂入ったんだよね。お風呂入った日はそのままなんか裸んぼちゃんに着て、次の日からお洋服着せる。
なんかやっぱりたまにはね、裸んぼちゃんのね、もふもふおもちゃんもね、見たいなって。はじめましての人のために言っとくと、めあちゃん犬アレルギーなんで、薬とかは飲んでるんだけど、めちゃめちゃ濃厚なスキンシップをね取るんでね、極力アレルギーの対策としてね、お部屋でもねお洋服を着せてます。そういえばさ、なんでさこの爪だけさ、こんなクソさ大事な時にさネイルしてないのって感じじゃん。聞いてよ、こないださ超急いでさレタスを千切りしてたの。ネイルしてる人だったらわかると思うけど、ネイルってだいたい1ヶ月おきに変えると思うんだけど、そろそろネイル変えるくらいだよっていう時って根元がちょっと浮いてきたりするんね。メロチはそれが気になるから抑えたりするんだけど、ジェルネイル塗って。それでもやっぱりちょっと水仕事とかしてると浮くんね、プクプクプクするので、急いでレタスの千切りしてて、あ、位置情報をリュウとか姫とかとも共有してるから、それ見ながら、あ、リュウちゃんもうすぐ塾帰ってくるって思っててしてたら、包丁でカーンってカーンってやっちゃって、そのまま爪がパーンって飛んでっちゃったの。だから今ここだけ、こんな爪に1個だけネイルがついてないっていうね。目のつさ、眉毛とさ髪の毛の色合わせたいタイプなんだけどさ、茶色にしちゃった。変かな、あんま見えないだろうけど、上から若干紫塗っとく。え、でも愛ちゃんってさ眉毛さ紫、これなんかアニメのさ眉毛って細すぎてさ、紫なのか黒なのか何なのか分かんないよね。薄くのせとこうかな眉毛に眉毛のコーティングしちゃったけどなんなら最初からさ紫で描いたらよかった。最悪、最初から紫のみで描いたらよかった。紫に縁取り茶色って感じなんだけど、それからみろち年中無休で唇がサガサだけど、今の時期はまあひどい。これで、あとつけま、お、意外に間に合いそう。でもね、メルチの準備に時間かかるかどうかって、髪を巻くか巻かないかで結構変わるかも。でも愛ちゃんは巻き髪じゃないから、今日は巻かない。あの星野愛ちゃんになりたい無茶振りするみたいな動画でもちょろっと触れたと思うんだけど、これ親戚ちゃんにコメントをもらいたいことね、アドバイスが欲しいの。今りゅうちゃんが高校行った時の塾をすごい悩んでてっていう話したじゃん。そのことなんだけど、今の塾に入れる時にも動画で、今集団塾にしようか個別塾にしようか悩んでるんだよねみたいな話したら、親戚ちゃんがさいろんなコメントくれて、でそれが本当にめちゃくちゃ参考になってすごくありがたかったので、やっぱなんかなんだろう、集団塾のメリットデメリットとか、まあ、もちろんねネットでも書いてあるし、まあ、調べてるんだけど、実際もっと身近な人の話を聞きたいなって思って、メロチは。で個別塾にしようか集団塾にしようか予備校にしようかみたいな、あとなんならどこの塾にしようかみたいな。でメロチちょっと重点を置いてるとこが、その塾から果たしてどこの大学に行ってる子が多いのかって結構重要じゃんねっていうのと、できたら今それなりに賢い偏差値の高い、あ、ごめんね、ずうずうしくて今それなりに偏差値の高い子がどういう塾に行ってるのか、どこの塾に行ってるのかっていうのがメロちゃんは知りたい。そのりゅうちゃんのさ目標がさ高い分、あ、ごめんね、偏差値低い子が行ってる塾に行っても意味ないんよだから偏差値の高い子が行ってる塾プラス、その後に行ってる塾プラス、その後にいい大学に行ったっていう、この道筋があるこの情報が欲しい、メロチはわがままだけど、やっぱさ類は友を呼ぶって言うじゃん。だからメロチの周りには賢い人がいないわけ。あ、でもアダッチーは賢いよ、偏差値高い大学出身だから。アダッチーは聞いた。まあでも最終的には本人のやる気次第だけどね。で今武田塾をちょっとどうなんだろうなって気になってる。
なんか割と偏差値を上げることに特化してるというか、見てるとネットで、でそこの塾行ったゆえにどこの大学に行ったのかっていうのもね、割と賢い大学に行ってる子がいるし、であと今りゅうちゃんが行ってる塾が今は集団塾なんだけど、高校生になったら映像になるみたいで、でさりゅうちゃんやっぱちょっとこの辺昭和脳だなって思うとこなんだけど、映像でわかる？映像でプラスなんのかなみたいな。ただ映像を見た上でテストを受けて、それに受かんないと次に進めないっていうシステムらしいんだけど、なんかそこがすごく引っかかってる。でなんかわかんないとことかあったらどうするかっつったら、その場にいる先生に、まあ、映像止めて聞くなり、映像見終わってから聞くなりするらしいんだけど、まあ、要は学校の授業スタイルじゃない感じよね。悩ましい。時間もないしさ、早めに決めといた方がいいじゃん。やっぱ大学受験って高1から始まるって言うじゃん。その前にまだ受験終わってないんだけどね高校の話してるけど、まだ受験終わってないけど、みやちのねこのコメント欄にもね、続々と志望校に合格しましたっていうね、なんともちょっとおめでたいコメントがちらちらあって、メルチとしてはすごくね嬉しいなって思う。しかもなんかありがたいことに、リュウちゃんとかヒメちゃんの成績公開の見てやる気出てみたいな書いてくれたりとかしてくれてるから、本当になんかメルチの目論見通りでなんかそういうなんか誰かの役に立ってよかったって思って、あと15分、髪の毛全然やってねえや。そういえば親戚ちゃんにもらったポーチ、ちっちゃめのさサイズでさ、鏡もついててめっちゃいいじゃん。これに変えようと思ったのにさ、このファンデが入んなくて結局ジップロック。どうしよう、本当はこうやってくくっていきたいんだけど、こうしとく。本心言えば片方だけがいいんだけど、ちょっと惹かれるかな。なんなら髪色で惹かれるかな。え、やばい、待って、普通に考えたらすごい時間を計算間違いしてた。マルチ、自分の方が先についてきたいから、到着予定時刻よりも30分早めに出ようって思ってたの。全然普通にギリ時間じゃん。え、やば、30分読み間違えてた時間を。やばいやばい、なんかこんなのんきに、え、どっちが言いたいなとか言ってる場合じゃなかった。前髪ちょっと長いから切りたいのに、切る時間もないじゃん、やばい。もういいや、1個で。え、どっちにしようとか言ってたけど、もう一個でいいよ。じゃん、今日はリズリサちゃん。やばい、後ろの丸ボタンができない。マジでさ、この後ろにあるさ丸ボタン、これがあ、できた。ちょっとさすがにあの愛ちゃんのアクセサリーをつけてく勇気はないから、リボンにしとこ。あとキャネルのお気に入りのピアス。あー、前髪切りたかったな。やばい、本当にこんなはずじゃなかった。めっちゃいつもそうだよね。あまちゃんもエア服着たな。でもちょっとボタンまで途中だけど、はい、ということでやまちゃん行こうかってことで、よかったら